スロットはもう、勝って当たり前ですからね。おはようございます。あれだ。あ、違う。違う違う違う。あ、あったあった。よしよしよし。あったあった。あったあった。さあ。いましたよ。いや、あのね、常々思ってはいたんですよね。パチンコ2パチなのね。で、まあスロット10スロじゃないですか。で、まあスロットのね状況が非常にいいということで、とりわけ30杯というかハラハラなんかね、もういつ来てもみたいな感じなんですけど、昨今のそのパチンコのスペックもろもろ考えると2パチってすごいあれやと思うんですよね。で、あのね、打ってる人の話を聞くと、この店でね、あの全然戦えますよっていうことなんで、その確認の意味も込めて、荒い機種だったら、俺そう、10スロがありだねって思ったのが、5号機のその、あの激しめの機種がいっぱいあった頃に、地方でね、10スローのお店に毎月行ってた時期があって、でその時に、あ、10スロー、まあもちろんその前提としてね、いい台が入るならっていうのがあるんだけど、最初はほら、なんていうのかな、ちょっと懐疑的なんだけど、やってみたら、え、じゃあこれでいいんじゃねってなったんだよね、その時ね。で、ザボンで、このマリオンさんの10スロー、まずその前提というか状況が担保されている中でずっとやってきて、でもうこの際中竹さんとか、まあ、あれももうだったらもう毎月したいよねってみたいなことをやっぱおっしゃるわけですよ。でしょってなって、でもかくなる上はじゃあパチンコいいじゃねえかってことで、なんかね、テンション的には2パチも10スロも同じぐらいのテンションでやってるらしいですよ。マリオンビサインタテンさん、店長非常にご理解のある店長さんで、あ、もう好きにやってくれていいっすよみたいな感じだからそうそう、来ちゃいました。2000円で、まあ、追加入賞した分と合わせてざっくり20ペースだね。20ペースじゃねえかこれ。いや、普段都市部のクソ回んないパチンコばっか売ってるからね。でもね、そう、これ都市部の方に教えてあげたいんだけど、地方にはそのぐらいのコンディションで日常的にやってる店結構ありますよ。愛知とかのもうフルマックス営業とかのエヴァとかで、本当20どこじゃないぐらいの感じで連日営業してるとことかね。で聞くとやっぱ別に怖くもなんともないよとか言うんだよね、そういう店の店長に限ってね。あ、出ない出ないみたいなねいやいや、まあそういう問題じゃないんだけどそう、うん、ただそうだな、ユニコーンとかエヴァとかその辺とかはお店にとってすごいいいみたいよ。コンディション整えてもそう怖くないっていうやっぱ意見をよく聞くよね。あ、そうなんだって。だから1000円でさ15とかさみたいなので、こう年中こっちはヒーヒー言ってるわけよ。で17ぐらいあって、あ、まあまあいいじゃんってなっちゃうんだけど、あのね、そこでなんか納得して打ってる場合じゃないということを最近思い知らされてんだよ。あ、おお、止まってこれはちょっとラッキーだね。すげえ弱いとこから、すげえ弱いとこから一撃当選。こういうの当ててみたいもんだな。いわゆるラッキーパンチだよ。あ、出た、キリン。
これ当たるな、確定ではない、ありがとう、ラッキーラッキーラッキー、よし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 、239回転まあここで喜んでる場合じゃないんだけどな、結局もうタイミング命だからね、これがこう来た時のこのタイミングで、そこ普通にさ初戦敗退とかザラだからね、その辺のなんかこう最後まで期待感を持たせようみたいな配慮は一切ないから、だからそこがいい、これね赤文字だったら熱いとかさあるんだけど、頼む初戦敗退やめて、出たこのあよかった復活、よし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 、最後までいけば 70% と言いつつ実質8割9割あると思うんだよね、頼む、よし、あれいきなりあるぞ、ある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 、全然あるある、ありますあります、まあ、一発の、まあ、70% を3回超えるっていうよりもう単純に、ね、でそれ演出として見せてるだけなんだけど、いやここまで来ればあるよ、頼む、うわーうわー通った投資7000円と言いつつ、まあ、実質6000円ぐらいだな、ほぼ玉残ってるから、やったやった残ってたから、よしよしよし、やりました、ありがとう、最高です、ありがとうございます、最高です、こうなっちゃえばもうこっちのもんだからね、おーレインボーレインボー、これが普通、レインは大丈夫、星3つなはず、うん、なるべく削って、うん、そうでもない、あこれ言ったらノーチャンスアパターンだけど星3つは大丈夫、よし OK、 おーいいねレインボー、ありがとう、ねこれ今3分だけどさ、ここが60分とかになったらもう7万パーツぐらい出てることになるからね、そういうのをやってみたいよ、で最高がね俺13、4年、うん、赤い OK、 いやいいよ順調、はいありがとう、はいありがとう、よいしょい、うん、大丈夫だろう、ドーンって削れろ、あーあーノーチャンスアップ、頼む、よしよしよし、オッケー、すごい順調、星4つ以上が出てこねえもんな、ただでかい連チャン引っ張ってこようと思ったらそういう局面もね乗り越えておかないといけないから、あー7、ありがとう実は初めてです、おーいいね、勝ち確の時に限って、あーそう、あごめんごめん、星の数間違えた、星1つ2つはが出ないって意味ね、逆でした逆でした、危険度じゃないから今回、だからサウザーとかラオウとかその辺出てくると星2つとかだからやばいのよ、あーあーあーこれはこれは、はいありがとう、
危なっかしい場面が一個もない。うん、いけるだろう、レイナが。ドン。おお。最高。最高。大丈夫なはずなんだけどな。大丈夫っていうか、うん、勝つ方が簡単。ドーン。あー、ノーチャンスアップだけど、ここまででほぼ全部決まってるから。おいや、一回負けて逆転とかさ、そういうのも普通にあるからね。うん、もうお仕事終了だろこれ。ああ、ファルクは星2だろ。ああ、だよな。これはちょっとやばい。で、ああ、これは、これやばいよ。これはやばい。こういうとこも越えていけ。ああ、初ピンチ。これがラウンド消化しきるまでに。ダメか。ダメだ。いやもうほぼ決めたな今日これ。うん、最高です。4000発流せばまあ勝ちか。あらら、あらら、あらら、あら、いきなりちょっとこれ出走するだろう。これどう。あー、ありがとう。あ、ダメ、わかんない。あー、痛いです。あれ、いきなりあるぞ。あ、ババだ。初めて見た。あるよ。ジャギガス先行して、あ、赤文字しかも。あー、一応ババア先行だからチャンスアップじゃないけど、いや、いきなりある。大丈夫だよね。うおー、最高。1199のなせる技。はい、ここすかさず、もう眠らない。よし、初戦敗退やめろ。初戦は超えろ。あー、からの、これをハマって食らうとダメージでかいんだけど、6回転はありじゃない、うん、増えたし。うん、うわー、当たった。よーし、84回転頼む。うわー、あれ、おー、ちょっと。はい、うわー、ダメかー。よし、OK。いやー、いいとこまで行ってたけどな。もう時間だからここは頼む。あー、レインボーじゃない。あ、これレインボーだと勘違いするんだけど違うんだよ。お、危ない危ない、よかったよかった。 OK OK、 よしよしよし、164回転。あー、もうラストチャンスかもしんない。4連単経由の5回目、1安打はまあしょうがないけど、6打数2安打にしておおむね整ったねでいいんじゃないかな。はい、取れます。よし、初戦突破率が高い。頼む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 。よし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 。いやー、来たぞ来たぞ。またまあ最初に決まってるってのは分かってんだけど、ここまで、でもここまで来たら、うん、
逆に 70% とかもっとあるはずなんだよな。お願い。うわー、おー、よかったいやー、よかったよかった、最後に引っ張ってきたよ。ナイスナイス。あー、いやー、いい日になりそうよ。いやー、よかった。頼むぞ。よし、大丈夫。赤なら大丈夫。チャンスアップは。よし。とりあえず、まあ、表示で7000発を超えれば、元のとこぐらいまでは戻る。あ、ケンシロウできちゃった。いきなりピンチじゃないか。ドン。いやー、やばい。これはやばい。あー、しかも、弱攻撃。まずいまずいまずい、これはまずい。うわー、緑緑止まり。うわー、終わったくさい。うわー、いやー、もったいない、行かせず。あとまあ30分ぐらい、もう一発取れるか。これ疑似連だろう、うん、青なんだよな。お、これ初めて見たな。あ、なんか目赤くねえか。おお、金色、来た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 。うわ、初めて見たこれ、金色のジャギがいるよ。このこれはプレミアってことない？ああ、ああ、軍が出た。うん、赤まで行くな。あー、えらいもの出ちゃいました。キリンが出たよ。まあ、これはもうありがとうだよな、さすがにな。よし、最後にワンチャンスもらえたね、ありがとう。よし、125回転。いや、初当たりはもう今日はもう言うことない。通らねえかな。2回連続で通したことはないです。流れ的にあるぞ。よし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 。頼む。頼む。うわー。ダメかー。はい、ということで、お流し8615号、星7000ね。うん、まあまあ普通に勝ちました。終了で。はい、ということで今日は皆さんにね、新しい遊びのご提案があります。一緒に2パッチ打ちませんか。ちょうどいいんですよね、あのぐらいで。なんか競技のやっぱ出る系のパチンコってまずやっぱ目標が、まあ、1万発とかじゃないじゃないですか。もう3万発4万発、あるいはそれ以上みたいなところを一応目指すじゃないですか。出るか出ないかは別として、で実際まあね、まあまあそういう出たって話を聞くし、
ね、それこそ言ったらやれ1時間で 7万発とかさ、そんなに逆にね、求めてないよっていうところもあるんだけど、出るときに何しろ跳ねるんで、でもそのぐらい出たら2パチでも全然いいもんね、うん、だから まずそういう、なんだろうな、今我々が目指してるところになんかね2円パチンコぐらいがねちょうどなんかこうマッチするんじゃないかと思うんだよね。半分のお金で済むんだからね。ほらまあもちろんね負けるときはやっぱべっこりいかれがちなんですけど、うん、なんかまあその投資のプレッシャーもねかなり抑えられるし非常にいいんじゃないか。ただまあその闇雲に打ってもしょうがないんでね、コンディションが大事なんですけども、いやノンストレスでした、ね、1000年ほんと20ぐらいあったんじゃないかと、20プラスアルファぐらいまであったんじゃないかというぐらいの雰囲気でしたんで、まあスロットはねもういいのはもう前々から分かってたんですけど、いやいややっぱね2パチありっすね、うん、全然ありやと思う。なんだったら次もちょっと2パチやってるかなぐらいのね、気持ちにさせられた一日でございました。ね、もうちょっと出したかったですけどね、だから都合外れたり7回引けたのかな、うん、まあ199なんでね、初当たりのハードルができればなんならクリアして、うん、っていう勝負がしたかったんで、まあ初当たり良かったですよね。ただまあ7分の2ですから、うん、やっぱできればね、突入の方も、うん、上振れしてもらって7分の3とかね4とか、うん、までいけてたらもっと面白いことになってるんじゃないかなと思いますけども、まあまあ本当ね、なんだろう、本来あんなのんびりねのうのうと打つような棋士じゃないんだと思うんですけど、うん、なんかこうのんびりね肩の力抜いてそれでいて一発も狙えるということで非常に楽しい一日になったという感じでございます。まあ次また来月参加あるのかな、なんでちょっと実際のところじゃ何打つかまだ全然決めてないですけども、うん、パチスローだけじゃなくてね、うん、2パチちょっとなんだろう選択肢の中にかなり食い込んできそうな、てか食い込ませたい日にさせられた一日でございました、はい、また次回楽しい一日になることを記念しつつですね、今回はこの辺でお開きとさせていただきます。またお会いしましょう。さよなら。